はい、どうもこんにちは、かまへんです。今回の動画は、パーフェクト第8戦京都大会、イエーイ、京都大会でございます。まだ朝の8時です。京都伏見店の近くのラウンド1に来て、ちょっと朝アップして、会場近いんで、今日はねパルスプラザってところが会場なので会場入りしたいなと思います。8時入場なのでちょっと早いんですけど、はい、というわけで7時半ぐらいにもう行っちゃおうかなと思います。でね、ちょっとここ最近はちょっとずつダーツの調子良くなってきてるので、ランキング上位の選手ロビンにいるんですけど、ロビンはこちら、タン、はい、そんな感じでちょっと強いロビンだと思うんですけど、また、自分の実力を十二分に発揮できるように頑張りたいなと思います。最近ね、会場の中とかも全然撮影 OK だよって言われてはいるんですけど、ちょっとあの試合に集中するためにですね、一回 YouTube を忘れて試合に挑むので、選手インタビューとかも本当はしたいんですけど、ちょっとなかなかできない形でね、申し訳ないなとは思ってるんですけど、まあ、僕自身のラストツアーのパーフェクト前線回る日記みたいなもんなんで、なのでですね、皆様温かい目で応援していただければなと思います。というわけで赤髪に戻りました。はい、今日あれなんですよ、その選手名鑑ですね、そろそろちゃんと登録したくて、選手名鑑の写真を撮るために赤髪にしました。というわけで頑張ってまいりたいと思います。それでは会場の方にスキップしたいと思います。スキップ。はい、というわけで皆さんおはようございます。実はですね、もう試合が終わりまして、結果報告はい、というわけで京都はあいにくの雨模様でございます。今回のロビン結果はこちら、ダン、スタッツが23くらいでパーフェクト回って初めての、全敗を経験させていただきました。で、ちょっと今回僕実験したいことがあって、最近なんかそのダーツで19の方得意で、この間ねポール・リム選手も19で優勝したじゃないですか。あ、ちょっと僕も19得意だから19で行こうと思ったんですけど、全然入りませんでした。もう0勝4敗、マイナー7、もうみんな強い、もう僕は歯が立ちませんでした。僕自身もね、なんかその今オーダーグリップさんでダーツ作ってもらってるんですけど、もう使いすぎてカットなくなっちゃって、ツルツルで押せなくて、僕押すんですよ、こうダーツ投げるとき、その押すのができなくて、まあ、言い訳みたいになって本当嫌なんですけど、今回はですね、今そのオーダーグリップさんにバレルを作っていただいてるんですけど、ちょっと練習しててやっぱバレルのカットがなくなってくると、僕もツルツルの投げれなくて、普通やっぱ出るんですよ。このタイミングで昨日ぐらいから、うわ、まだまだもうちょっと持つかな、バレると思ったんですけど、持たなくて、うわ、今日はもうダーツがここからこう、もここの持った時点で気持ち悪いし、構えるとかじゃなくて、もうツルツルで持てないみたいな、この時点でもう、うわ、今日は最悪な日だなと思ったら、案の定全然打てず、キモい結果になってしまったので、いや、マジでダーツって大事だなって、バレルってすげえ大事だなって思った今日は一日でした。マスミさんとの初対戦めっちゃ強かったです。普通に4ラウンドアウトされました。さすがだなと思って、やっぱりもっともっと自力上げていかないとなと思ったのと、あとは、いや、マジでバレルマジやばい、キモすぎたな。なんでちょっとまた新しいバレル、ちょっとカットがあるやつちょっと作っていただこうかなと思います。なのでちょっと皆さんにマジでおすすめなんですけど、カットあるバレルが投げれる人は、カットがなくなったらマジで壊れる可能性があるので、バレルはやっぱり僕はよく聞くのも、結構トッププレイヤーなんか2、3週間に1回変えるとか聞いたことあるんで、
もしかしたらカットがある状態でしか投げれない人はそういう感じのローテーションめっちゃお金使っちゃうんですけど、おすすめします。だから今回ちょっと京都大会、まあ、出るのすごいバレルも届いてないしちょっと迷ってたんですけど、まあ、あの潜在写真パーフェクトの選手ページ更新するために写真も撮らないとなっていう、構えの写真とかね京都大会で撮ったんですけど撮らないとなっていうのもあったし、あとは何よりもその中級でどれだけ自分ができるかなっていう実験をしたくて今回は出ました。なので全然次からは20でいこうかなと思います。はい、みんな強かったな。でもねありがたいですね、そういうなんかトッププレイヤーの選手にかまへんさんですよねと言ってくれたりとか写真撮ってくださいとか言われるのとかも結構嬉しいんで、いやありがたいなとは思いながらも頑張らなきゃなとも思いながらも今回の京都大会そんな感じでございます。ちょっとねまたすぐに仙台大会、僕の地元の仙台大会があるので仙台大会までにちょっとしっかり調整してバレー新しいの届けばいいなと思いながらちょっと、まあ、日々練習していければなと。もうなんか練習というよりかはなんか新しいバレルだったら全然いけるかなって思うんで、ちょバレル届くの街でしっかりと正座待機してまあお店もやってるんでね、お店も回しつつ投げばね、みんな結構県外の方結構いらっしゃってくれるんで嬉しいなと思っております。はい、というわけで、こちらが京都駅になります。でーん、はい、そんな感じで現在時刻朝5時、誰もいない。今からですね、もう僕は本当は昨日もう試合終わったら新幹線で帰ろうかなと思ったんですけど、今日一応飛行機取ってるので今から京都から、まあ、鈍行で大阪に向かって、大阪でせっかくだからファンダーツどっかの店舗でファンダーツもらって関空から仙台に帰りたいなと思います。いや本当にいつもね応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。結構ね本当に応援して くださる方々のおかげで僕はパーフェクト回ろうかなって思っているので、もう約半分くらい終わっちゃったんですけど、また残り半分頑張りたいなと思います。一応どっかではね本当に1年のどっかでいいんで結果残せれればなと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いします。寝起きなのでめっちゃパンパンというわけでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけで仙台帰るぞ。京都の美味しいお土産は何かって聞かれたら、抹茶と八つ橋って言われたので、まあ、売ってたらお土産に持って帰ろうかなと思います。エンディング動画次の日になった理由、パーフェクト試合終わった瞬間結構めげて即ホテルで帰って寝ました。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。